ちゃんバカいわね。行くわよ。ここからよ。さて行くわよ。ここからよ。ここからよ。いつの間にか雲も晴れて月もあんなに明るく、あいつを探すのにこんなに手間取るなんて、まったく世話の焼ける妹だわ。喉が渇いてきたわね。昨夜の紅茶が恋しいわ。ふん、この程度ならかしら。それにしてもウランはどうして突然飛び出したのかしら。普段は外に出ようだなんて考えていないと思ってたけど、いい心地。今日はよく眠れそうね。いい心地。今日はよく眠れそうね。もっと楽しませて。いいか、覚悟しなさい。そんなに動いたら綺麗に壊れるところが見えないじゃない。誰に話しかけてるのかしら。いや違うわね、何かを追いかけてる。もう服が少し汚れちゃったじゃない。この程度じゃ終わらせないわよ。やっと追いついたわ。観念しなさい、フラン。フラン、聞こえているの？返事くらいしたらどう？もう、せっかく見つけたおもちゃだったのに。お姉様のせいで逃がしちゃったじゃない。たくさん遊ぼうと思ったのに。あいつを壊すまで私帰らない。壊したらちゃんと帰るからね。えお姉様、いいでしょ。あいつ一体誰の、いえ何のこと。私のおもちゃよ。名前はまだつけてあげてないけど急に出てきたの。手品みたいだったわ。みんなが楽しそうにしてる時に来てくれたから、お礼に全力で壊してあげたいのよ。何のことかわからないけど、とにかく鬼ごっこはこれで終わり。フラン、もう夜も明けるわ。いい子も悪い子も寝る時間よ。いやよ、まだまだ全然遊び足りないの。ダメなものはダメ。いくらダダをこねても今日は効かないわ。遊んでくれてもいいのよ。少しは楽しませてちょうだい。よく耐えられるかしら。さあお姉さま、一緒に楽しみましょう。引き分けもないと首根っこを引っ捕まえてでも連れて帰るよ。まだまだいけるわよね。いい感じよ。覚悟しなさい。耐えられるかしら。動きが鈍ってきたわね。
ムと遊ぶんだもの。簡単には壊してあげないんだから。口の利き方に気をつけなさい。誰に向かって物を言っているの？耐えられるかしら。はっ、覚悟しなさい。赤に散りなさい。博士、スターレットマイスター。あいつの代わりにお姉様が相手だなんて、今日は楽しい一日ね。一体誰のことなのか、軽々しくこの私と比べないでちょうだい。なら、もっともっと激しくして比べることができないくらい壊してあげる。壊れるまで遊んであげる。あー、楽しいわ。本気で壊せるって。耐えられるかしら。まだまだいけるわよね。楽しいのはあなただ。帰るわよ、ブラン。耐えられるかしら。赤に散りなさい。博士、スターレットマイスター。覚悟しなさい。私の勝ちね。満足したでしょ。ほら、そろそろ帰るわよ。喉が渇いて仕方ない。早く帰って昨夜の紅茶が飲みたいわ。気分がいいわ。昨夜ミルクはないの？